はい、皆さん、こんにちは。三遊亭キュートです。今週のまとめということでね、まあ、稽古が、月曜日から、土曜日まで、昨日のね、土曜日までね、あったということでございます。本日は、10月1日。はい。10月に入っちゃいました。で、もう公演をですね、1ヶ月前、初日のね、1ヶ月前を切っちゃったということでございますね。先週はね、まあ、台本、交流稽古中心だったんですね。歌もセリフにしてという感じだったんですね。で、まあ今週月曜日から始まったんですけども、まあ全体のね、中で、みんな歌うわよみたいな感じだって、歌うとか、一気にね、あの月曜日こう歌っちゃうっていうことになったんですよ、やる前にね。心の準備がとか言いながらね、部長の歌を歌うことになったんですけども、はい、まあ結構ボロボロでした。はい、本当ボロボロ、なんですかね。まあいきなり投資の中で自分を歌うとなかなか難しい、いきなり難しいなという感じでございましたね。はい、でまあ月曜日がまあ。そういう一幕二幕、まあ、交流稽古、まあ荒立ちまでいかないのかな、この時は、まあまあ立って、まあ音楽を入れたというね、感じでやりまして、で火曜日から振り付けがこうね、始まったんですけど、まあ振り起こしっていうんですかね、まあ火曜日がどうでしたっけ、遊園地かな、うん、火曜日はもう11時からね、もう遊園地。結構1日かかりでしたね、で私も出るんですよ、で私はアイスクリーム屋さんですから、あ、アイスクリーム売ってるなと思ったら僕だと思ってくださいね、でも これはね、あんまりあの振りはなかったですね。まあいろんな約束事はあるんですけど、振りはなかったですね、まあちょっと安心じゃないけどもそうなったら、いや踊んな踊ぜみたいな感じでございますが、で水曜日、27日の水曜日が霊界空港のね、私もで、私とやっぱり、3人組、というのは、まあ、いろいろ約束事があっち行ったりこっち行ったし、約束事あって、振りもね、ちょっとあるんですよ。振りもちょっとあるんで、そこを、こう、まあ、デビル、エンジェルとね、いろんな絡みがあるからね、まあ、その辺の、まあ、ちょっと振りがあるんで、そこ、約束事もあるから、それを覚えていかないとね。そういう稽古で、水曜日は、それが終わってから一幕を、まあ、荒立ちで音楽を入れた形でやって、で問題点を返していくという感じでしたね。そして木曜日はマコ探しね、マコをね、探せマコを探せっていうね、そのナンバー、これはね結構大変ですね。いやコーラスもね結構難しいんですよ。コーラスも難しいんだけども、いろいろこう移動しなきゃいけないし、ちょっとした振りもあるし、これ時間かかりましたですね。で、それ終わったら2幕、2幕のまたこう、まあ、荒立ちで音楽を入れた形でこうやるという。キュートはどうかというとね、キュートはね、まだまだ不調まだまだ不調、いやー難しいな、部長役難しい、非常に難しい、本当にね。ですからね、今日ちょっと少しでも気持ちが明るくなるように、こうちょっと派手めのねシャツを着てるわけですよ。気分をちょっとね、気分だけでも上げようじゃないかっつうんでね、月曜日行ったら山口義堂さんに、ね、この帽子をねいただいたんですよ。はい、もうこれね、球場行かないともらえないあの帽子なんですよね。吉野さんがお友達からこうなんかいただいたそうでね、持っててもしょうがないからって、僕ファンだからですね、それが分かったもんですからいただいたの、これ嬉しい、ね、これスポンサー返事いやー、まあちょっとテンション上がりましたね、ここにいただいてね、でまあまあいろいろ歌の問題もあるんですね。歌もね、なかなかその空間でやるとなかなか難しい、テンポ難しいんですよね。テンポ難しくて、
もううちでもね、毎朝30回ぐらい歌ってから稽古場行くんですけど、うちの中では割とね、パーセンテージ高くなったんですけど、稽古場行くとまたちょっとうまく歌えないっていうのがパーあるんすな。なんか流れでやるとか、その稽古場ちょっと広い空間でやるとか、こう自分のね、僕自分の声はマイクないですからね、自分は生声で、そのスピーカーから流れる、それを自分の声が大きかったなんかすると大きく聞こえなくなるというね、そういうとこが生じありまして、なかなかまだまだ歌いこなせないという、芝居もなんかね、僕ねもう本当なんかもう下手っぴだなと思ってね、今ね自己肯定感ものすごく下がってます。もう俺絶対役者向いてねえよとか思ったり、いやいやいや、もういや、大変だね。なんかネットでね、浜田めぐみさん、もう後輩でもありますけど、ね、今大活躍してますね。浜田めぐみさんがなんか YouTube で、ミュージカルをやるために生まれてきたみたいなこうタイトルのあるんです、動画。で、それ見て、ミュージカルをやるために生まれてきたね。俺は絶対違うな、とか思う。で、だから今ね、なんていうか、自信が全くない。自信っていうのは自分を信じると書くでしょ。自信っていうのは自分を信じると書いて自信ですよ。はい。で、自分が信じられないって。本当。なんで俺ってこんなヘボなんだろうとかね。本当つくづく思いますね今回。いや本当ミュージカル難しいし、芝居も難しいな。セリフ難しいな。なんとね思っちゃうんですね。やっぱりなんつうかね、自分のこう今いる世界ね、落語界いる世界とやはりその演劇の世界ねっていうのはやっぱり、かなり いろんな意味でギャップがあるとね、いうことで、いやー1ヶ月切りましたね。大丈夫かな。大丈夫か。大丈夫だろお前はとかね、これですよ。大丈夫だろお前はって、これが自信になるんですよ。自分を信じるで、今自分が信じられない。信じる信じないそれだけなら、あ、これユタの歌ですけど、で、のまとめでございました。はい、明日から、来週は何でも振り付けのシャア先生がいらっしゃるそうです。うわー、ワクワク。シャア先生に私、劇団四季時代、おそらくですね、王様の秘密というね、ファミリーミュージカルがあって、それの振り付けを、一度だけかな、してもらった記憶はそれだけかな、という感じでございますけど、とにかく、あれですね、頑張ります。まあ、少しずつね、少しずつはこう言ってるから、ね、もっと自信を持って、楽しくできるように、どんどん頑張っていきたいと思います。はい。そういうわけで今週のまとめでございました。ありがとう。